日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は定食について。定食、唐揚げ定食、お願いします。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイレストランの時間ですね。最近食べ物の話が多いですね。まあ大事な話、大事なトピック、食べ物。僕たちは毎日毎日食べてますね。食べてトイレに行って寝る、食べてトイレに行って寝る、これが人生です、ね、これがライフ。まあ、今日は定食について話します。定食、定食というのはセットメニューのことですね。日本に来たら食べてみてください。いろいろな定食があります。例えば唐揚げ定食、ね、フライドチキンですね。唐揚げ定食、あととんかつ定食、焼き魚定食、焼いた魚ですね、焼き魚定食、いろいろな定食があります。ほとんどの場合、まあ肉とか魚、そういうまあ一つのメインがあって、その周りにご飯、味噌汁、あとは小さい漬物、漬物はまあ野菜のピクルスみたいなものですね。ちょっと塩が多い漬物とか、まあ、あとは小さい何か小さいサラダのようなもの、ね、なんか野菜のものが一つか二つあります。それを定食と言いますね。まあ定食は普通結構安いです。まあ1000円ぐらい、高くても2000円ぐらい、ね、ほとんど昼とか夜とかいつでも食べられます、ね、朝ごはんの定食もありますね。はい、たまにあります、僕は定食は好きですね。まあ定食のいいことはまあバランスがいい、ね、ご飯があって味噌汁があってで、まあ魚か肉があって、野菜だけの定食はちょっと珍しいですね。なのでベジタリアンとかビーガンの人にとってはちょっと難しいですね。定食はいつも肉か魚があります。東京だとビーガンの人のためのレストランとかベジタリアンの人のためのレストランがありますね。特別なレストラン、そういうところに行けば、例えばヴィーガン唐揚げの定食とか、ね、ヴィーガンハンバーグの定食とか、そういうのがあるので、ぜひぜひ調べて行ってみてください、ね、定食おいしいですよ。というわけで、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。